ほんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐしみです。本日のテーマはこちら、恋も仕事も全力投球、みんなのおすすめリーマン BL。 わーい、はい、少し前にですね、ちるちるのソムリエのアカウント、はい、公式 X の方でちょっと募集させていただいた皆様のおすすめリーマン BL、はい、そうですね、はい、すごい、はい、本当にたくさんお寄せいただいてありがとうございました。ありがとうございました。でそこからちょっといろいろ拝見させていただいて、もう特に投稿が多かったもの、はい、ちょっと3作品ございましたので、そちらを今回ピックアップしてご紹介していけたらなと思います、はい、それではやっていきましょう。はい、まず1作品目に紹介するのはこちらです。はい、任務真宏先生のアフターミッドナイトスキンシリーズでーす。こちらね、今年の BL アワードの官能部門で、2巻の方が2位に入っている。もう官能、官能、はい、いや私もすごくそのイメージがありますね。いやもうだいぶ、もうだいぶエッチなオフィスラブかなと。ね、お読みになられてる方もね、すごい多いと思うんですけれども、ちょっと簡単にあらすじを、はい、説明させていただきますと、まずこの攻めの才川さんっていうのと、受けのトラヤくんっていうのがいるんですけど、まあ才川さんの、まあ見た目通りもうね、一巻の表紙からもう腹筋バキバキなんですよ。このちょっと俺様な感じというか、社内でも仕事ができてもうかっこよくてみたいな、OG 的な扱いをされてる才川さんと、受けのこのトラヤくんはですね、一方結構真面目で地味な感じで、なんかみんなからこう仕事を押し付けられちゃうようなサラリーマンなんですけれども、ただし性欲がめっちゃ強い。ここ重要ですね。ここ重要ですね。目印はっていう2人なんですけど、はいはい、まあちょっとね、この性欲の強いソラヤくんが仕事もね、人から押し付けられていっぱいあって疲れてる時にオフィスのねトイレでね、ちょっと夜人がいないと思って油断して一人でちょっと動画を、エッチな動画を見ながら、でちなみにこの受けのトラヤ君はゲイですので、そのゲイ向けのエッチな動画を見て一人でいたしていたら、ちょっとそれをね、才川さんにバレてしまいまして、いや危険だよ。それでそこから何オフィスでエッチなことしてんのつって、なんか結構オラオラ絡まれて、であるよあるよとしてる間に才川さんにですね、ハメ撮りを撮られてしまうんですよ。もう握られちゃいましたね、はい、握られちゃって、もう究極の弱みじゃないですか。でなんかこれをばらまかれたくなかったらてんてんてんみたいな感じでこう脅しから始まる関係性なんですけど、そう、なんかここまで言うと結構才川さんなんかクズっていうか、なんかすごいゲスなんじゃないって思われる方いるかもしれないですけど、なんかそういうことしてる割にはすごいなんか愛があるというか、そうなんですよね、そう、なんか愛しそうにするじゃないですか。それがめっちゃいいんですよね。でなんかトラヤ君のこと結構こうなんかグイグイね、なんか夜もなんかこう、エッチなことやらせ、なんかやってみろやみたいな感じで仕掛ける割にはすごい行動に愛があるから、ええって思いながらもう一気にちょっと読んでしまいましたね。いやなんかですね、トラヤくん、うの方も攻めの方割と実はクソデカ感情があったりもするところも良かったり、そうね、なんで近づいてきたかっていうところもね、いろいろあったりしてすごい良かったですね。でもちろんこちらオフィスラブですので、うんうん、昼はちゃんとこの2人ともしっかり仕事されてまして。そうですよね、そうじゃないと会社では本当2人とももう死後的な感じでよく知られてるんですよ。でそうやって昼にちょっとたまにこう昼もエッチなこう絡まれ方をしながらもスーツをちゃんとね着込んで一生懸命仕事してる昼のパートと夜になった途端にもうね生まれた状態のようになって、肌色の方が、はい、そうエッチなねことをさまざましていく、こう作品の中でも本人たちが言って昼の部と夜の部みたいな感じが。もうギャップがすごい、いいですね、なんかそのコントラストが、うもうすごい昼の部と夜の部、スーツか全裸かみたいな、選べみたいな。選べねー、選べねーってなって、もう本当にオフィスラブのもうオフィスラブエッチもあり、もういいとこ取りの、もう、すごい萌えが詰まってる感じがしますね。そうなんです、もう最高のあまあまエッチ BL でしたので、まだちょっとね読まれてない方はぜひぜひこれを機に読んでみてはいかがでしょうか。
2作品目はこちらです。佐藤つばめ先生の俺が好きならひざまずけです。わー、はい、こちら続きものもあったりするんですけども、はい、ちょっとまずこちらのこの1作品目を紹介させていただくんですけど、もうリーマンビールといえばもう佐藤先生みたいなとこありますね。この先生のね描き方がすごいドンピシャすぎて大好きになってしまったんですけども、はい、このメインの2人は銀行員で同期で、うん、ライバル同士みたいな感じなんですけど、うん、でも攻めの加藤くんと受けの松田くん、はいはいはい、その2人がいるんですけど、うん、加藤くんの方はいつもちょっとだけ上を行ってるというか先を行ってる感じなんですけど、まあまあ2人ともエリートには変わりないというか、うん、でいつもちょっとだけ遅れを取ってる、いや本当にエリートなんですよ、うん、エリートだけちょっとその遅れをすごい気にしちゃってる受けの松田くんがこう一方的にライバル視してるみたいな形なんですよ。そうですね、はいはい、なのでこう2人でバチバチっていうよりかは、うんうん、あの加藤くんはそんな気にしてなくて、そうなんか結構ひょうひょうとしてますよね。そうそうそう、マイペースで、はい、松田くんがもう加藤みたいな、そうなんかムキーってそうそうそうなってる感じなので、うん、すごい旗から見てもねこの2人なんか仲が悪いっていうよりかは本当に絶対一歩ちょっと話し合うで全然仲良くできそうだなって感じの微笑ましさもある二人なんですけど、攻めの加藤の方がなんかとあるきっかけがあって松田のことがまあ好きになるんですよ。そうですね、松田のこと大好きになって、はい、なんか本当好きすぎるんですよね、うんうんうん、もう攻めが受けのことを好きすぎるっていうその状態になってくれて、でも受けから攻めに対しては仕事の関係でちょっとムキって感じになっちゃってるの で、ね、なんか恋愛と仕事を両立させるようとしたらちょっとぶつかっちゃうというか、うん、合わないところがあったりして、結構基本的になんか女、うん、お金みたいな、うんうんうん、ちょっとチャラいっていうんですかね、なんかそういう部分もあって、ステレオタイプの成功を追い求めてる感じがねありますよね。あるので、はい、なんかそういうその松田がなんか当時彼女がいて、うん、その彼女に浮気されたっていう、うん、その落ち込んでた時に、うん、攻めの加藤に俺にしとけって言われてそこからちょっともういろいろ始まっていくんですよ。いいですね、その流れが非常に良くて、はい、いや急じゃんって思うんですけど、うん、なんかもう急じゃないんですよね加藤にとっては、うん、攻めの加藤にとっては急じゃない、ずっと好きだから。そうなんか加藤の方がね結構クソデカ感情をずっと持っていて、うんうん、っていうのがね良いですよね。ぶつけてくる感じがめちゃくちゃいいんですよね、うんうん、でなんか仕事の取り組み方とかもめっちゃ丁寧に描かれるんですよ、うんうん、この作品。そうですね、で、うん、あの仕事銀行員だから、うん、結構内容が難しくて、うん、そうですね、これ相当研究されて描かれているなって、うん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 、本当にこの作品自体に対する尊敬がめちゃくちゃあるんですけど、うんうん、キャラクター2人の仕事の姿勢というか、うんうん、あの松田受けの松田の方は、うん、結構もう熱く熱心に仕事してるって感じで、うん、それとはまた対照的に、攻めの加藤の方は、うん、なんか仕事は仕事、うん、恋は恋みたい な、うんうんうん、なんかその割り切ってる感じもそれぞれのなんか個性が出てて、そうです、ね、この2人がなんかちゃんと結ばれるとこマジで見たいっていう思わせてくれる感じ、でもそのなんか仕事は仕事とか割り切ってる攻めの加藤がちょっと執着攻めっぽいのがまた最高なんですよね、うん、そうですね、そのなんかギャップも見せてくれたりして、うん、リーマンビールなので、うん、なんかリーマンだとよりこう人生のもうなんか学生とかが終わってるから、はいはいはい、それぞれの人生しっかりもう決めて歩み出してる感もあるじゃないですか、うん、その人生の一部を切り取った感みたいなのがすごいあって、うん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 、でその切り取っためっちゃ大事な部分を攻めの加藤の方は受けの松田の、はい、その人生も欲しいんだろうなみたいな、はいはい、なんか結構人生レベルでうわーっと燃え散らかすところが、うん、あの次の巻とか、うん、俺が好きならこびてみろっていうこの続きがあるんですけど、はいはいはい、それこっちでも結構特に感じたのでめちゃくちゃちょっとおすすめしていただいてすごい良かったです。ぜひ皆様も読んでみてください。最後にご紹介するのはこちらです。ななめぐり先生の俺と上司の恋の話です。はい、こちら3部作になっておりまして、はいはいはい、うん、俺と上司の恋の話で、俺と部下の恋の先、うんうん、で俺と彼氏の恋の果てタイトルが変わっていくんですよ、はいはいはい、でこの、まあ、上司ってタイトルに入ってる通り、うん、あの部下と上司の組み合わせで、うん、部下×上司の2人の話なんですけど、うんうんうん、この1巻目でこう恋の話をしてて、で2個目で恋の先、はいはいはい、最後に俺と彼氏になるんですよ。あ、
めっちゃいいじゃないですか、はいはいはい、そうですね、まあ、まあただ短歌、うん、に行く前にも付き合ってるんですけど、うん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 、でもこの彼氏っていうその呼び方も変わっていくのもめっちゃエモいなって思ってて、うん、もう新入社員として高梨くんっていう男の子が入ってくるんですよ、はいはいはい、表紙の黒髪の、うんうん、手前に映る方の男の子なんですけど、はい、その入ってきた高梨くんに初めてできた上司の徳永さんってもともといたんですけど、はい、その方がその自分がゲイだってことをもう会社に全然公にしてって、うん、会社のみんなもすごい受け入れてる感じ、うん、それが当たり前みたいなすごいいい雰囲気というかが出来上がってる会社で、でもこう新入社員として入ってきた高梨くん的にはあなんだこの会社はみたいなちょっと面食らっちゃったりもして、うんうんうん、ただいろいろあって、うん、気づいたら高梨くん上司の徳永さんに対してすごい、はい、あれ好きかもみたいな感情を抱いちゃってるんですよ、はいはいはい、ちゃんとちょっとしたきっかけとかもいろいろ重なって、うんうんうん、そういう気持ちになっていくのはそこはぜひ細かい描写を読んでいただきたいんですけど、なんか気づけば上司を目で追ってたみたいな、はい、それすごいピュアじゃないですか、はいはいはい、そうですね、でそれをこの新入社員としてね会社に入社してそんな恋ができるなんて、うん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 、すごい素晴らしいことだなと、ゲイの方の徳永さんの性格が、うんうん、そうやって結構オープンにしてるからなんか悩みも何もないとかこうおおらかな感じなのかなって思ったら、はいはいはい、実は結構繊細で、むしろすっごい何でも気になっちゃうタイプ で、ね、自分がゲイだからっていうのもすごいそれのせいで誰かに迷惑かけるんじゃないかとか、はいはいはい、常にすごい何かに怖がってる感じ実は持ってて、はい、なんか基本ツンデレなんですけど、はい、こう家帰ったら絶対一人でなんか悩んでるんじゃないかなってすごいもう見ていてたまに辛くなるようななんか自己犠牲が結構あるのかなっていう受けの徳永さんかなって思って、その徳永さんは新入社員として高梨くんが入った時点では好きな人がまた別にいるんですよ、上司の徳永さんのさらに上の社長のことが好きで、で社長に憧れか恋愛かもわからないですけども好きっていう気持ちを結構一貫時点ではずっと持ってるので、うん、それの恋なのか憧れなのかが結局どこに執着するのかっていうのとかも、うんうん、なんか3巻までで3巻で本当綺麗に回収されたんですよね、うんうん、あーなんかそうなんですね、このメインのカップル2人プラス社長、うん、この3人が決して社長は当て馬ではないんですよ、はいはいはい、ないんですけど、うん、なんかこの3人がすごいうまいこと絡み合ってなんかまとまっていったというか、はい、そんな印象を全体的には受けまして、はいはいはい、その3巻で私めちゃくちゃ泣きまして、はいはいはい、本当にその家族とか子供とかっていうキーワードにすごく弱いので、うんうんうん、特にそこが刺さって、うん、なんかのタイトルが俺と彼氏の恋の果てなんですけど、うん、恋の果てなのでもう付き合っててその2人が今後どうなっていくのか、うんうん、どうやってこう人生送っていくのかみたいなところにすごくフィーチャーされていて、うん、それがすごい泣けたというか、うん、そこでやっぱりその受けの徳永さんの性格がちょっと出ちゃったりとか、うんうんうん、基本もう自分が我慢すればいいんだみたいなところが出たりとか、はいはいはい、自分はどうなってもいいから、うん、彼氏には幸せになってほしいみたいな、人生のやっぱね重要な決断って時にね、うんうん、性格出ますからね、そうなんですよ、それがすごい重いというか、はいはいはい、なんか良くない方向に向かっていきそうになっちゃってて、うん、めちゃくちゃなんか悲しくて泣いたりもしたし、うん、感動して泣いたりもしました、なのですごい いろいろ感情が揺さぶられる3巻だったので、はい、すごい良かった。でこの、まあ、リーマンビエルとして紹介しているので、うん、会社の中で繰り広げられる何かっていうのもやっぱり改めていいなと思って、で会社で同じ部署の2人なんですよ、うん、上司と部下なので、うん、なんですけどちょっと物語の途中で片方が、うん、部署移動になったりとか、うん、でちょっと転勤みたいな数ヶ月だけ遠くに行っちゃって遠距離恋愛になったりとか、うんうん、なんかそれって学生時代だとない状況っていうのが会社でそのサラリーマンっていう感じだとすごい生まれてて、すごい私は嬉しくなっちゃってリーマンビエルの良さがちょっとより分かったというか、はいはいはい、これまで気づけなかった部分とかもめちゃくちゃ気づけたので、うん、3冊合わせてめちゃくちゃおすすめです。はい、ということで本日は、リーマンBLを特集してまいりましたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。いや本当になんか最初の一作目でね、はい、スーツが
話が出てきたと思うんですけど、はいはいはい、私があのお話しした2作品ももちろんスーツなんですよ、はい、いやもうね、でも切り離せないですよね、もうほぼ 100% に近いスーツが出てくるじゃないですか、うん、いいですよねだと思ったのが、うん、その仕事ではスーツ、うん、家では楽な格好みたい な, なんかそのギャップも味わえるのがまた良さというかいい、ね、ならではだと思うのです、うんうん、他にも開拓していきたい限りでございます。そうですね、今回紹介させていただいた3作品のチルチルの詳細ページを概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらからご確認ください。それではバイチル。